自分がもしその NFT っていうものを活用するとしたら、うん、何ができるかって言って、まあ、あのなんかその作品のキャンバスのね作品でさえも、そのうちそのバーコードみたいなものを貼り付けて、うん、その NFT 化させて、っていうことがもう必要不可欠になってというか、うん、それが本物であるということを証明することがもうその NFT が一番いいってなれば、うん、あのバーコード生成器みたいなものであのシール作って、それでみんながみんなそのシールを使って そうなると一旦それがバーコード上にほら反映されると、あの売買した時にずっとそれがデータが残るわけじゃない。そうね、そうすれば買った人がそのあこれは絶対川田さんが売ったものとかその川田さんの作品であったってことが証明できるので、うんうんうん、そうするとあの画廊とかね、そのあと仲介者なしで作家が直接あの作品を売った場合でも、うん、その価値っていうものを値崩れすることなく、あるいはもしかしたらそれ以上の価値のあるものとしてあの持ってもらえるかなっていう、そのところはすごく重要だなと思ってる、うん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 、でね、それもう一歩先に進めたいんだよ話を、うんうんうん、で それね、何が重要かって、もうより重要な話ね、うんうん、そうなった時に川田さんが重要なんだよ、うん、意味がわかる？わかる。あの川田さんっていう人物がどういう人なのかっていうことがより重要になってくるんだ、 そ、 れ、うんうん、そうなると、うんうん、だから今の NFT アートってただ売れてるだけなんだよね。うん、で、まあ若い人の作品とかもさ、なんか何百万とか何千万で売れたみたいな話題になってるけども、うんうん、あれもまあなんだろうな、まあいい面もあれば悪い面もあると僕は思ってて、うん、あのね、まあブロックチェーンをブロックチェーンの上に乗っかっていくっていうことは、うん、いろんな記録がまあ、良くも悪くも残っていくってことなんだよ、うん、だから今後報われる人っていうのは僕はすごく誠実な人だけなんじゃないかなって思うんだよね、うん、要するにその生き方が問われるっていうか本当に、うんうん、例えば、まあ、犯罪履歴がねついたら当然なんか寝落ちするのはまあ当然として、うん、なんかちょっとしたことでも記録が残っていっちゃうようになると思うんだよ。例えばツイッターでこんなことつぶやいてた人なんだよとかね、分かんないけど、うん、そういうものも記録に反映されていくように多分なると思うから、うんうん、そうなった時に自分の一挙手一投足っていうのかな、そういうので値上がりしたり値落ちしたりみたいなことが多分起こってくると思うんだよね。なるほどね、うん、アートっていうものに、まあうん、今でも例えばタレントが謝罪会見とかすると、いやそうそうそう、全くそれと同じ、ねうん、ものすごい今は一応ほら、うん、あのツイッターとかで批判が浴びせられるとか、うん、なんかあのその業界から干されるとか、まあ、そのぐらいの程度なんだけど、うん、まあなんかね、あの人の噂もな75日だっけ、なんかあの何日間か経つとまた忘れてこう、うん、あのまあ復帰してたりとかができたりして、うん、ただうん、インターネット上にデータが残ることもすごいあのだんだんみんなこの不安感を煽っていて、例えば検索するときにそれに紐づいた例えば名前と一緒にその犯罪とかその変な噂とかもその検索の項目にこうバーって出てきちゃうじゃない、うんうん、だから恐ろしいと思ってる部分もあるよねみんなね、うん、その対してそうそうそう、そうなんか価値を保証するっていうのがねブロックチェーンだってよく言われてるけども、保証っていうかまあ価値、あれはなんて言ったらいいのかな、価値を確信するみたいなことがね言われてるんだけど、うんうん、要するに個人の価値っていうものがより見えやすくなっちゃうんだよね、よくも悪くも、うん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 、そうこれまで曖昧にされてきたところが曖昧にできなくなっていくっていう話だから、それって要するにね、うん、だから価値の本当は高かった人っていうのはめちゃくちゃ報われるんだよ。いやもうまさにそう、あの私がずっとこの 2,3 年ぐらい言ってるのは透明性
っていうテーマは私の中にあるんだけど、うん、作品の中に、まあ、透明なものにしたいなと思っていろいろ工夫してるんだけど、うん、これからは本当に人間のその全ての行動がこう目に手に取るようにこの人はどこにいて何を喋って誰と会ったとかみんな分かるようになっちゃうんだよねと思うよね、うん、それは、うん、まあ、それをどこまで閲覧を許すかとか、うん、あ、そういう問題はまた別の議論としてあるけども、うん、まあ、それはともかくとして残ってっちゃうっていうことは多分事実として起こると思う、うんうん、だからね、あの日本にはさ八面玲瓏っていう言葉があって、うん、あ、もう8つの面から見ても透明でどこから見ても同じ一つの人間とかさ、あの誠実な人を指す言葉として八面玲瓏っていう言葉があって、昔から私が画集とか売れた時にそれを書くんだけど、サインと一緒に、うん、あれは富士山も八面玲瓏の一つなんだけど、どっから見ても富士山は富士山で、だからなんかそういう誠実な自分自身のほら姿勢っていうのも大事だし、それからこれからの時代はそうなるなっていうのもあって八面玲瓏って書いてきたんだけども、まあ、おそらくその本当に今まで振り返ってみてもこう自分アートっていうものがよりすごく透明性のある、うんうん、あのそういう世界になっていくなっていう感覚はあります。そうだね、だからアートとアーティストは多分切り離せなくなってくる時代になると思うんだ、うん、そういう意味で、うん、これまではもうアートが良ければその人は関係ないみたいな議論もありだったんだけど、うん、それがもうね多分難しくなるだいぶ、うんうん、そう、それが NFT を使ってアートを売るっていうことの本質だと思ってるんだ僕は、だから、うんうん、だからこそあれを使っていくっていう前提を考えるんだったら、うん、自分をいかに磨くかがより重要になっていく時代だよね。ああ、なるほど、うん、そう、それは自分の何て言うのかな、技を磨くっていうのももちろんそれはそれで重要だと思うんだけど、うん、人としてを磨くっていうことだよね。まあね、あの結局、うん、そうそう、あの昔ね、あの父がほら書道家だから、書家だったから、うんうん、よく言ってたのが、書家の書よりも相撲取りのサインの方が書く、うん、変われるっていう話をよくしてたんだけど、はいはいはい、やっぱり横綱の、あ、何気ないさ、例えば力とかさ、うん、ね、なんかあの心とかさ、なんかさ、そういう言葉が書かれた色紙があるとして、何も知らない素晴らしい書家の書よりも、うんうん、やっぱりみんなが知っていて心から尊敬できる横綱の一文字の方が欲しいっていうね、うん、それはもう人間の基本的な欲望の一つなんじゃないかなって言ってましたあ、お父さんがね言ってたわけね、うん、言ってた、うん、それはね、だからもう勝てないって、うんうんうん、で今まではそういう割と一般的に有名な人とか一般的に高い業績を収めた人っていうのが価値を持ってたわけだけど、うんうん、それはもうちょっとフラットになると思う。まあそう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 、うん、それこそコミュニティ単位で、まあ、今の YouTuber なんかがね一番分かりやすいけど、うん、全然誰も知らないというか、まあ、ほとんどの人は知らないけども一部の1万人ぐらいが知ってる YouTuber がめちゃくちゃその1万人にとって価値を持ってたりするわけじゃない、うんうんうん、めちゃくちゃファンですみたいなことが起こってるわけだからさ、うんうん、それっていうのはその人に価値が生まれてるし、その1万人にとってはその人はめちゃくちゃ価値が高いから、うん、その横綱のサインよりも多分その人のサインの方が欲しいと思う人もいるだろうし、うん、だからまあ社会がね権力とか権威とかをなるべく排除していく方向に進んでるっていう実感は私の中にある。そうだね、多分それが自然なんだろうね、うん、と思うんだ、うん、自然界に権威ってないからね。そうだから、それがそれがそのブロックチェーンに行ってるって、それがあの、うん、それを解決する一つの大きな技術がブロックチェーンとかその仮想通貨だっていうふうに私は思ってるんだけど。そうだね、次の流れなんだろうね。だからその、うん、権威
権威自体は多分なくならないと思うんだけど、ただ今までのような権威じゃなくて、うん、もっと個別の権威だよね。なんか、うん、一部集中の権威じゃなくて、そう、うん、そしてなんか国とかの、ね、単位とかそういうものも崩れていかなければならなくて、おそらく、うんうん、それでこうなんか国が守ってくれるとかさ、うん、なんかこう国を頼りにするとかそういう時代はなくなっていって、うん、まあ、責任は個々の責任っていうのに、まあ、移っていくし、うーん、こう各自が自分 その信じるものは何かっていうのを よく考えなきゃいけない時代が来ると思うんだよね。いや、そうだと思うよ。だからそれはブロックチェーンが一つ象徴だと思うんだよ。うん、そう、うん、そういうものが出てくるっていうことは、要するにそっちに向かってるってことだから、うん、でみんながそれに群がるってことは、それをみんな求めてるってことだから、ね、うん、そう、うん、そう、だからみんなその先どうなるかを考えて群がってるのか群がってないのか分からないけども、うん、いや、そこまでのね話を、うん、なかなかしてくれるっていうか、この、うん、読めるような記事とかがなくて、うん、なんか、まあ、今後 その可能性はブロックチェーンにあるっていう話を聞くんだけど、具体的な社会的な構想みたいなものを持ってるっていう人もまだちょっと見当たらないんよ。うんうんうん、まあ、うん、構想、そうだね、まあ、どうなりうるかは別に語れるんだろうけど、まだまだ分かんないから語ってないっていうだけじゃないかな。うん、でそれでね、最近はそこからまた発生して、うん、ちょっとまた違うところに行って、ベーシックインカムについて、うん、ちょっと本読んでるの。うんうんうん、で それがね、調べていったら、なんとね、まあ、ちょっとブロックチェーンにつながることでもあるんだけど、うん、アートとすごい深い関係があることを知ってね、びっくりしたの、うん、ベーシックインカムが。うんうん、